前回餃子の工場に潜入していた山田くん、こだわりがいっぱい詰まった餃子を美味しそうに食べていましたが、今回ご紹介するのはこちら、20年以上愛されているロングセラー商品のポッキンチュー。その人気の秘密に迫ります。大興奮の山田くんの視線の先にあるのは流れてくる大量のポッキンチュー。次々に冷やされていっています。色とりどりでどれも美味しそうなのですが、ここにもグリーンコープのこだわりが詰まっているんです。中に詰められている液体は着色料などは使用せず、主原料のノン GMO 化にも成功した商品なんです。ということで、事前に凍らせてもらっていたポッキンチューをいただきます。やっぱこの暑い時期はこれですね。しっかり体も冷えて熱中症対策にもバッチリだと思います。こちらの商品見ていただいたら分かると思うんですけど、果汁が沈殿しているのが見えますかね。繊維が、特徴としてはその繊維が入った混濁果汁を使用してるっていうのが一番のポイントですね。お客さんがこれが異物なんじゃないかっていう問い合わせが多かったりとか、勘違いされる方が多いんでですね、ただグリーンコープさんに関してはいいものはいいもののまま食べたいっていう、自然のままの果汁を入れてるため果物の香りとか甘みが強いっていう。このポッキンチューのような例えばアイスジュースってフレッシュなジュース使ってないよっていうのが当たり前じゃないですか。その当たり前を、いや違うっていうのがグリーンコープなんですね。そうですね。続いてはグリーンコープの便利な利用方法のうち、ナイトコープご紹介したいと思います。あ、お疲れ様です。今夕方5時30分ちょうどになりました。こんにちは、グリーンコープです。そのナイトコープをご利用しているのが酒井さん夫婦。失礼いたします。あ、今日も結構頼まれた方ですか。いつもどれぐらい。私もこのぐらいで。私はちょっと自営業で、自宅でリモートワークを中心にやってるんですけど、昼間有効活用できて、で夜になると配達していただいて食材を届けていただくと、そういったところがすごく便利な感じですね。そんな酒井さんの夕食の準備を少し見せてもらいました。私が毎日、具沢山のスープとかを必ず作るようにしてるので、はい、この日も具沢山の味噌汁を作っていました。使っているのは全てグリーンコープの食材、冷凍の4色ビーンズも入れて、仕上げは冷凍の刻みネギ。グリーンコープの食材でこんなに素敵な晩ご飯が完成しました。続けられてるのはやっぱりなんか、美味しいっていうのもすごくありますし、産地直送でお野菜とかお米とかがすごく安心っていうのもあるので、その注文内容でメニューの献立を考えてるので、この料理が出来上がるんだもんな。働いてる方でも私たちみたいにこう昼間出かけたい、遊びに出かけたいっていう人でもナイトコープだと利用しやすいと思うので、はい、私はグリーンコープさんおすすめします。夫の母がずっと加入してて、それでいいよっていう話は聞いてました。それは決め手になりましたね。もう何がいいのか悪いのか分かんなくて、でも、グリーンコープのやつなら大丈夫なんじゃないかなって丸投げできる感じがいいなって思ってます。冷凍のチキンナゲットは好きで、朝ごはんなんかにもチンするだけで簡単なので、あとは試合の時のおにぎりに入れたりとか、チキンナゲットとケチャップをちょっと入れたおにぎりとかを、お肉が詰まってるから美味しい。カフェミルクが好きって言って飲んでます。甘いところ、甘くて美味しいね。私が揚げたものしか食べないですからね、子供たちって。毎日揚げてもいいなって思えるのがいいです。